これを出したら勝てるという神のカードを作っていこうではないかというのが、今回のテーマになります。カードの名前は菅原の道真ですね。猫、エルク。あ、出た、菅原の道真。攻撃。OK、強力な一撃、神の一撃。いいでしょう。これで終わりでしょう。危なげなく突破と攻撃。 OK、 はい、菅原さん出して、ここでオーバーキル来たね。やっぱ来ると思った、ここで来ると思った。さあ神の一撃を食らうがいい。これで終わりだ。 OK、 はい、今回の神様はつくよみにしました。あ、菅原さん、菅原さん来ちゃった。あのカードどう突破しよう。いや、あるじゃない、菅原さんをこちらのものにする方法が。はい、交換できるものがあればちょうだい、ただしそれ以外は残って私のために戦うことになる。いや、間違えたな俺。あと菅原さん消えたくね、許せねえな。あ、来た。あ、菅原さん取ってたのか。あ、よかったよかったよかった。ここで菅原さん出しておこう。これでいける。はい、菅原さんは進化するしかねえな。 OK、 落ち着いていこう。さあ勝ったな。まさか本当に月を破壊するとは。あとは私を終わらせるだけか。さあやれ、菅原さん頑張ってくれ。勝った。これってことは、あの神のカード作れるってことですか、もしかして。なんか後期そうなやつがいい。ああ、もうこれは完全に後期ですね。あれですね、名前は聖なる炎のやつですね。なんか知らないけど炎の神なんでしょう。これは完全に炎の神様ですね。聖なる炎のやつ。はい。を破壊してくれそう。で、これで勝ちですね。はい。OK。まあ、神に逆らってはいけないということでね。こう、攻撃したやつは全員死ぬっていうね。ここに出して、攻撃をすることで、はい、タワーを破壊。多分オートマートを倒していった方がいいはず。特な問題ないわ。こいつスナイパー持ちだから。はい。はい、これで勝利だ。まあ、こんな感じでしょうかね。ええ。いや、やっぱりこう、聖なる感じ、高貴な感じがしますよね。やっぱり神のカードですからね。やっぱり名前はこう、聖なるいいやつなんでしょうね。まあ、聖なるね。まあ、良さげな神様と。まあ、聖なるいいやつにしましょう。はい、これは、まあ、どっからどう見てもこう聖なるいい神ですよね。まあ誰が見てもそう思うと思います。なんせ死なないんですからね、やっぱ神なんでしょう。はい、これで2体目のちょっと喋んないでもらえます。あなたはネットからカード1枚手に入れた、そのお礼した方がいいんじゃないかしら。誰か別の人のためにカード1枚作るなど。おっと、これ誰かが使うんでしょうかね。ちょっと楽しみですね。はい、こいつをね、誰かの元に送ろうかなと思います。聖なる炎のやつ、これ皆さんね、使ってください。勝ったらしいわ。その人は、やったわ。その人が勝った。あなたのカードの助けがあったからよ。言った通り、あなたを、このバトルの勝者として認めるわ。これで私は休める。わかったんだもの。ネットには全てがうまくいく。もう十分だ。